はい、ございます。ドンドロと申します。というわけで今日は、まあ、すごい今更感ありますけど、ドリームリーグ出てたドリューズのデッキがね、めちゃくちゃ楽しくて強いと僕の中で話題なんで、この間、2回ぐらいかな、対戦の動画も撮ったと思うんですけれど、その時に使ってたレシピっていうのを、ま、ざっくり動画内で今日は紹介してみようかなと、久しぶりのデッキレシピ紹介動画。まあ、ドリューズのデッキってすごいカードのテキストが出た時から、こいつ、非 GX のポケモンにしてはかなり強くね、みたいな。ことで結構噂になってはいたんですけれど、まあ、ただね、まあ、こいつの一番の持ち味の土壇場タックルを生かすためのデッキを組むにあたって、そのま、いろんなカードがトラッシュに落ちちゃうので、いろいろのね、リソース管理が難しいなっていう風に言われてたんですけれど、ただそこがね、逆に楽しいところでもあるのかなということで、今回はま、ドリューズを楽しく使えるようにデッキレシピを作ったっていう感じですかね。ではまずドリューズの基本スペックなんですけれど、まあこれはもう知ってる人も多いと思いますね。トータイプの一進化ポケモン、HP140 の一進化ポケモンで、技を2つ持ってて、1つ目が土壇場タックル、1エネ30ダメージ、自分の山札の枚数が3枚以下だったら、150ダメージを追加、1エネ180ダメージを出せますよっていうテキスト。まあ基本的にはこの土壇場タックルを終盤にかけて狙っていくデッキにはなると思うんですけれど、序盤にもすごく使える優秀な技があって、ドリルバズーカ、1エネ120ダメージ。非 GX で1エネ120ダメージってのはコスパとしてはかなりいいですよね。自分の山札の上から4枚をトラッシュするっていうただデメリット効果があって、これがね、貴重なカードがどんどんトラッシュに行ってしまって使えなくなると、その2匹目3匹目のドリューズが立たなくなって、そのうち自分のリソースが切れて負けてしまうっていうことが起こり得るので、まあ結構きついデメリットではあると。まあただその代わり自分の山札の枚数が減っていくので、終盤土壇場タックルを、まあ効果力で打ち込むことができる可能性が高くなるということで、まあ割と諸刃の剣的なテキストなんですけれど、まあこのデッキがそういう面もあって使っててすごく楽しいと僕の中で話題なんですよ。単純にこいつ一進化ポケモンとしては HP が140っていう結構多めに設定されてて、基本的に HP、非 GX のポケモンって HP120 とか130ぐらいが結構意識されることが多いんですけど、こいつはそれよりもさらに10上の HP140 で結構相手の攻撃を一発耐えることができる可能性が高いんですよね。まあそういった全体的な技以外のスペックを見てもかなり高いんじゃないかなと思います。で、今回はドリューズと合わせるポケモンとして、まあ今画面に出てるカードを入れたわけですけれど、まあ、まずはメタモンプリズムスターですかね。何でも進化で、こいつの上だったら一進化ポケモン何でも乗っけれるんですけれど、基本的にこいつはそうですね。まあ、5匹目のモビリューっていう感じもあるんですけれど、一応後ろに乗ってるゼブライカへの進化もできるっていう感じです。このデッキとにかくポケモンとかもね、ガンガントラッシュに行って、2匹目3匹目のドリューズが立てにくいっていう時がたまにあるんで、そういった面でも種ポケモンはなるべく増やしておいた方が、いいということでメタモンは入れてあるって感じ。で、それからディアンシープリズムスター。こいつはまあ割とトータイプデッキだったらどこにでも入りそうな気がしますけど、ベンチにいる限り自分のトータイプポケモンが、使う技のダメージがプラス20されると。このデッキの場合は特にドリューズの火力が最初はドリルバズーカで120ダメージなんで、ディアンシーを置くことで140までのポケモンを倒せるようになるっていうのがいいですよね。あとはタックチームポケモンとかをね、基本的にこだわりハチマキ巻けばまあ2パンできるんですけれど、ハチマキがない時もディアンシープリズムスターと格闘道場を合わせることで、まあ120足す150で270出してタックチーム、2回で殴って倒したりっていうことが可能になるので、ディアンシーは割と必須かなと思います。で、あとはフィオネ。まあこれはドリュースと組み合わせるカードとして割と筆頭に挙げられてたカードですけれど、引き寄せの渦によってこいつは自分の山札の下に帰ることができると。いったところで終盤自分の山札が3枚以下になった時でもピオネさえ、残っていれば自分の山札切れを気にすることなく戦うことができるといった意味でこのカードも1枚は必須ですよね。最後にゼブライカなんですけれど、こいつは特性早掛けによって手札を全部捨てて4枚引き直すっていう効果があるので、まあ単純に山札を掘り進むこともできますし、手札補充にも使えると。った感じで、まあそうですね、ラインとしてはメタモンプリズムスターで進化元を共有できるといった意味でゼブライカ2枚、下のシママが1枚っていう構成に僕はしました。まあ、結構こいつもドリルバズーカでガンガントラッシュに行っちゃうんでね、そういった面も考慮して、まあ一応2枚ぐらい入れとくのがいいんじゃないかなっていうようなところが、まあこのドリューズ使ってみての感想ですね。で、あとそうだ、ドリューズと一緒に組み合わせるといいカードとしてヤーコンが新しく登場したんですけれど、このデッキはそのヤーコンの、まあ、強さも最大限に活かせるようにグッズを多めに入れてあるって感じですね。ヤーコン自分の山札7枚トラッシュして、その中のグッズ全部手札に加えるって効果なんですけれど、まあこのヤーコンで、そうですね、グッズを大量に回収してポケモン展開していくのがまあ最初の動きになるんじゃないかなと。で、当然ヤーコンの効果でエネルギーとかポケモンもね、ガンガントラッシュに行っちゃうんで、それをリカバリーするためのレスキュー単価であるとかエネルギー循環装置はまあ割とフル投入してある。エネルギー循環装置は1枚でも使うことができれば山に3枚一気に投影に戻せるんで、
まあ保険も兼ねて2枚ぐらいがいいんじゃないかなと。あとそう、このデッキ僕最初組んだ時レスキュー単価3枚ぐらいで回してたんですけれど、使えば使うほど、もっと欲しい、もっと欲しいってなって、最終的に4枚になりましたね。で、あとサーチ系のカードいっぱい入れてて、ネストボール4枚はまあ結構必須のような気がしますね。まあ、あのヤーコンでポケモンをトラッシュに送らないために序盤のうちにどんどんポケモンを引っこ抜いておくっていったことも必要になるので、そういった意味ではあの手札コストなしでポケモンを手札に加えることができる可能性のあるスーパーボールも2枚、入れてあります。あとは他にデッキを掘り進む手段としてはダート自転車が4枚入ってますね。山の上から2枚見て1枚手札1枚トラッシュっていう効果なんですけれど、まあこれの効果でグッズを使うだけで山札が2枚削れると。まあただこのカードはそうですね、割と終盤に自分の山札の枚数が減ってきて、だいたい山に何が残ってるのかっていうのが分かった上で使うと、まあ結構いい働きをするんじゃないかなっていうような気がします。あとはまあ序盤にヤーコンはどうしても打ちたいんで、それを確実にサーチするための、まあ確実ではないんですけど、ポケギアが4枚入ってると。これで少しでも序盤ヤーコンの確率を上げようっていう魂胆ですね。であとは終盤ね、トラッシュに落ちてしまったグズマとかを山札にしっかり戻して、詰めていけるように友達手帳も1枚入ってると。これも当然グッズなんでヤーコンで回収できるっていうのがいいところですよね。ヤーコンとハプーは山札をいっぱい削りながら手札を補充できるっていうのがいいのと、あとシロナは自分の手札をなるべく使い切った後にシロナ打ってやると実質的に自分の山札が3枚4枚減るっていうことになるので、まあここもいいんじゃないかなということで、あとゼブライカで捨てたくないカードがある時もシロナ1回打ってね、お茶を濁したりできるのもいいんじゃないかなと思います。メイはそうですね、自分の山札を削れないっていうところがあるので、まあちょっと微妙かなと思ったんですけれど、これを運よく手札に1枚引けていると後続のドリューズがすごく立ちやすくなるのでいいんじゃないかなと思います。であとこのデッキグズマはまあなんか元々3枚入ってたんですけど、なんか1枚いつの間にか手帳になってましたねなんだろう、まあこの辺はもっと回してみないと分かんないところかもしれないんですけど、一応このデッキではそのリカバリーっていうわけじゃないんですけど、カウンターキャッチャーが1枚入ってるので、まあこれで相手のポケモンももう1回引っ張れるとっていうのが、まあ僕がこの間動画で使ってたドリューズデッキなんですけれど、まあ、やっぱりこのデッキ使ってて思うのは、めちゃくちゃ楽しいですね。ドリルバツーカとヤーコンで何が落ちるかっていうのが単純にスリルがめちゃくちゃあるんですよ。で、あと山にこれが何枚残ってるから、うわ、これ落ちてほしくないなとか、じゃあ先にこれ使ってこれだけ引っこ抜いとくかみたいな、そういったところを、まあ自分のリソースマネージメントをしていくところがすごくこのデッキの楽しいところなんじゃないかなと思いますね。あとまあ単純にドリューズが単体ですごく強いと思うんで、あくまでドリューズデッキの一つの例として、まあ参考程度に見てもらえればいいかなと思うんですけれど、まあよかったらぜひね、気になった方はデッキ組んでみてもらえるといいかもしれません。一人回しがすごいはかどりますよこの動画撮ってるのがもうちょっとで8月末になるかなぐらいの時なんですけど、まあもうそろそろドリームリーグの動画じゃなくて、なんだっけ、次出るオルタージェネシスの要素を取り入れた動画にちょっとずつシフトしていこうかなと思います。じゃあ今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。